松本人志の文集法で、今田耕司もやばい、文集法の標的となり、炎上中の松本人志。そんな松本を某テレビ番組で擁護。するとプラスマイナスイは橋が、旧ツイッターで、先輩に綺麗な女の子連れてったな。その人あっさりホテルに持って帰って、ほんでその人テレビで結婚できひんとか松本さんはそんな人じゃないですって言ってて、いやお前やん。小暴露。名前こそ出なかったが、文面の特徴より、その先輩は今田耕司ではないかと噂されている。そんな噂のきっかけを作った。